ビルコックス軍は、アメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地は、アビビルである。2000年国勢調査時の人口は8,577人だったが、2007年の推計時には8,613人に微増した。母の日の直前の土曜日には、毎年、アビビルド・オクマルギー・ワイルド・ドッグフェスティバルが開かれる。1857年12月22日にアーウィン。 パラスキ・ドゥーリーの各軍から分離・設立された。設立にはパラスキ軍のノーマン・マクダフィーが尽力した。軍名の由来は、はっきりしないが、衆議会議員を務め衆最高裁の創立に携わったマーク・ウィルコックスか、その息子、ジョン・ウィルコックスにちなむとされる。アメリカ連合国大統領を務めたジェファーソン・デイビスは、 合衆国軍に捕まる前の最後の夜をこの軍で過ごした。彼の逮捕は連合国の終焉を意味していた。国勢調査局によると、この軍の総面積は993平方キロで、うち984平方キロが陸地、総面積の0.78%に当たる8平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、 この軍には8577人、2785世帯、1977家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり9人で、平方マイルに換算すると23人となる。住居数は3320件で、1平方キロに平均3件が立っていることになる。住民のうち白人は62.61%、 アフリカ系は36.21%、ネイティブアメリカンは0.09%、アジア系は0.16%、太平洋諸島系は0.01%、その他の人種は0.48%、根血は0.43%、ヒスパニックは1.62%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の 人口ピラミッド2785世帯のうち32.5%は18歳未満の子供と暮らしており、52.1%は夫婦で生活している。15.0%は未婚の女性が世帯主であり、29.0%は家族以外の住人と同居している。26.7%が一人見世帯で13.3%を 独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.55人、家庭の平均構成人数は3.09人である。住民のうち22.8%が18歳未満の未成年、9.6%が18歳、以上24歳、以下、31.2%が25歳、以上44歳、以下、22.8%が45歳。 以上64歳以下13.5%が65歳以上となっており、平均年齢は37歳である。女性100人に対して男性が123.7人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては131.0人いる。1世帯あたりの平均収入は27,483米ドル、家族ごとでは34,968ベドルである。 男性の平均収入は27,171ベイドル、女性の平均収入は2三3 6 6ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は14,014ベイドルとなる。総人口の21.0%、家族の16.8%、18歳未満の子供の29.8%、 および65歳以上の高齢者の21.3%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。